はい、えー。皆さん、こんにちは。炎蔵です。12月17日、YouTube よろしくお願いします。まずは、初めての方もいらっしゃるかと思うんで、えー、自己紹介させてください。私、炎蔵と申します。25年ぐらい、シティバンクはじめ、外資系銀行で、えー、為替ディーラーやってました。その後、銀行辞めて、皆様と同じようにいい、個人投資家やってます。 主に FX、日米個別株、日経平均先物、オプションあたりが主戦場です。その合間にこんな感じで情報配信してますので、よろしかったら YouTube、フォローよろしくお願いしますということで、今日はアメリカのウォール・ストリート・ジャーナルの記事をちょっとご紹介しておきたいなと思います。まあ、非常にいい記事なんで。 でウォール・ストリート・ジャーナルといえば FT ・フィナンシャル・タイムズとともに世界の経済史としては2大巨頭ということで、まあ、それにちょっと遅れた日経新聞かなみたいな感じなんですけど、まあ、世界中のビジネスマンが読んでるうー、まあ、クオリティペーパー、えー、質の高い新聞ですよね。まあ、その中で えー、今日はアメリカの住宅のこと、住宅のこと、インフレのことが書かれていました。ディスパイとレコードホームプライス is housing is about to ドラッグインフレーションダウンということで。まあ、この歴史的に高い住宅価格にもかかわらず、まあ、家賃が下落して、それが、えー、インフレを下落させるというようなまあ。そんな関連記事なわけなんですよね。 でここにこうつらつらと書いてあるんですが、演奏が皆様に代わってちょっとそこの記事を要約してみました。あまりこうお見せする,するとね、これなんかいかんぞって言われるかもしれないんですが、さらっといきたいと思うんですが、まず、まあ、インフレとの戦いはラストマイルに達してる、もう第4コーナー回ったぞというお話と、 ただ、CPI の35%を占める家賃は年率6.5%で上昇しているよというふうな記事になっているんですね。まあ、それはここですね、まあ、ここはラストマイルっていう感じで。で、でここにグラフがあるんですが、CPI は点年率で3.1%なんですけど、住宅、家賃を除いた分は1.424%に低下してきてるんですよね。 えっていう感じですよね、あのーまあ、家賃に占める割合がでかいんでそれがインフレを高止まりさせちゃってるわけなんですただジローっていうその住宅う探すようなその有名なアメリカのサイトがあるんですけどこれによると11月までの家賃が年率3.3%で低下してるということなんですよジローってこんな感じなんですよねこのちょっとこれダメですね こんな感じでレンタルがこうチェックできるあの家探しのサイトなんですがこれ面白いんで後でまた皆様にえお見せしますねでドンということででそういうことになってるんですけどじゃあなんでそんなにそのジローのを見るとそんなに家賃が低下してんのにえ家賃上昇してんのっていうとそのアメリカの統計局の あのページだと家賃が上昇してるっていう風に出てるわけなんですよね。で家賃はやっぱり年1回しか改定されないんでしかもそこのその,その家賃をその CPI に反映させる仕組みっていうのがちょっと複雑になって、えー、6ヶ月の移動平均とかを使っててデータがさらに遅れるっていうところなんでこれ1年ぐらい前とか半年以上前の家賃を実は 結果ととしてては使わざるるるを得なくなくっている可能性があるとそれが家賃の下落をキャッチアップできてないっていうことを主に、まあ、それがこの記事が言いたいところなんですよね。さらにアメリカってこう一戸建てが結構主流なんでもちろんその大都市部っていうのはアパートも多いわけなんですがアメリカのほとんどって一戸建てなんで。 で、えー、この一戸建ての部分がやっぱり大きく左右されちゃってるなっていうところもあるんですよね。ですから都市部のアパートの家賃の低下っていうのが把握できてないっていうところがあるわけです。まあ、そこら辺なんかここら辺にこう書いてるわけなんですけどであのそうですねえっとまあえっと。まあえーっと そうするとかなりこれはかなり住宅価格家賃がチェックされあのうまく反映されてないんじゃないかというところでうんやっぱりおかしいんじゃないのっていうようなことがここに書いてあります。であの、まあ、そこら辺を把握してフェドなんかはそのことを実は把握しててパウエル議長は住宅セクターの活動が横ばいになっており 依然として1年前の水準を大幅に下回っているというふうに述べた、実はパウエルさん、そこら辺をよく分かってるんで、今回、FMC で非常に楽観的になった。あの前回の CPI の統計では、やっぱり家賃上がってるんですよね、上がってるっていうふうに統計では出てるんですよね。でも実実ははそ,それが実は半年前の あの数字の反映だったってことはいずれそれが反映されるわけですよねだから結構パウエルさんあのそこをすごく楽観的な話をしてた可能性っていうのがあるかなというところなんですよねあともう一つここで一戸建ての家賃が大きく影響するよっていうふうにお話ししたじゃないですか。 でここ直近は投資ブームっていうこともあって金利が安かったことで集合住宅が供給ブームだったんですねだから都市部では結構集合住宅アパートがかなり立っちゃったんで家賃が今でも低下してるんですけどここからさらに低下する傾向があるんでそこら辺もさらにこう反映されていくと都市部の家賃が急速に低下する可能性っていうのもあるわけですただ あのアメリカの Z 世代とかミレ,リアミレニアル世代のこの住宅需要っていうのが高いんで、まあ、そこら辺で一戸建ての部分は高止まりする、まあ、それは住宅価格ですよね住宅価格が高止まりする可能性っていうのがあるというようなお話をがここに書いてありますね。あとはこのシアトルであの非常に面白い傾向が出ててあの シアトルなんかは非常に米エリアとかでその非常に家賃がこう高止まりしちゃってるんでそれを反映してすごく CPI が高く出てるよみたいなまあそんなあの何て言うのかな記事もここに書かれています。あのー その住宅指標の遅れっていうのがあってシアトルのタコマ州っていうとこではインフレ率が国内の主要大都市圏では最も高く10月時点で4.8%になったんですよね今4%ぐらいじゃないですか全米を見るとまあこれはその家賃の影響を受けてるみたいなこれシアトルの画像ですけどね、まあ、そんな話がここで、えー、と書かれています、まあ、ウォール・ストリート・ジャーナルにやっぱりこんな感じで、ね、非常にいい記事があってなかなかこの 家賃とその何ていうのかなの仕組みとか実は住宅の,その家賃をが CPI に反映される仕方っていうのが、えー、と非常に遅れてるっていうようなことっていうのはなかなか分かんないじゃないですか、まあ、エコノミストの方でそういうことをおっしゃってる方がね、えー、と結構まあザキオカさんとかそういう話をされてるんで、まあ、よくあのご存知だなっていう感じはするんですけど。 やっぱりその家賃のとこだけを見るとまだ高いじゃないかだからコアインフレ率が下がらないんだみたいなちょっと間違った、あのー、解釈をしてしまう可能性があるんで、まあ、それをちょっと戒、あのー、める意味ではこの記事良かったかなというふうに思います。でこんな感じでこの二郎のご紹介なんですけどさっきご紹介したシアトル地区なんて見ると。 こんな感じでね家賃が家賃相場がこうやって出ちゃうわけですよね。ベイこれベイエリアなんでしょうね。そうすると1ベッドルームで2125ドルってこと30万なんですよね。お30万かよって 2way ベッドルームだと3500ドルとか言ってえ3500ドルいくらかなちょっと計算させてください。142円としてえー、っと50万円ですかこれ家賃。 この家なんですよねこんな、まあ、いい家ですよねいい家ではあるんですけどおこれ、まあ、20 2,000ドルでこんな間取りになってますよねリビングルームがあってベッドルームがあってへーこんな感じで2,000ドルって30万ぐらいなんだふんみたいな感じででもシアトルってはっきり言って、うんまあ、大都会ではあるんですけど田舎ですよねアメリカで言えばじゃあニューヨーク見てみますしょうっていうことでやっぱりニューヨーク見てみたいですよね。 ニューヨークいくらぐらいなんでしょうね。マンハッタンに住みたいな、みたいな。えっと、じゃあ、円蔵もマンハッタンに住もうかな、みたいな感じで、家を探してみましょうか。ここ、マンハッタン地区ですね。おっと、マンハッタン、おここ16ユニット、このバッテリーパークのこの先端の方、ここはウォールストリートジャーナル、ウォールストリートとかここら辺にあるんですよね。えっと、ここら辺にあって、ここら辺だと、 おあでもこんあ、やっぱり3000ドルするんですね。3000ドルっていうとあ、50万ぐらいですよね。このあリビングがこうあって、バスルームがあってということで、なん,なんかこれ、ワンルームって感じなんですかね。これで、ワンバス、うん、ストーディオっていう形態みたいですね。これ3200ドルですからね。高いですよね。50万ですよ、50万。 やっぱりマンハッタンで住むのは苦しいんですね。じゃあマンハッタンちょっとやめて、えっと、ブルックリン地区どうですかね、ブルックリン地区。あブルックリン地区だと、ここは4000ドルって高いですな、でも高いんだな、6ユニット4、4ユニットとか、2.3系とか。まあ、このスツーリオだとちょっと安いんですねブル、ブルックリンだとね、こんな感じですよね。ああ、こういう。 ちょうどですかね,これはねあなかなか素敵ですよね、うん、なかなか素敵なこう家ででも30ドルですからね40万ぐらいですよねでこっちのお高いあこれ5000ドルですよ5000ドル70万円うんほう あまあ、でかいですよね。まあ、でかいって言ってもこれでうーん。あなんか止まっちゃいましたね。はいなんか面白いですねこうやってみるとね。じゃあもう少し田舎のカンサスティなんてどうですかね。超田舎ですよね。 カンサスティなんかかねねどうですさすがに700ドル安い家がありましたよ735ドル家計にお優しいですよね141円で10万円カンサスティ行くとここら辺こんな感じの住宅が10万円で借りられるみたいですね、まあ、でもねやっぱりアメリカンっていう感じですよねあまあここら辺ねこう ユニあのバスルームとトイレが一緒で、ちょっと日本人的にはだめだな、みたいな感じなんですけど、まあ700ドルぐらいで、さすがに田舎行くと10万円ぐらいなんですよね。うん、へえ、こんな感じなんですね。はい。まあやっぱりニューヨーク住みたいっすよね。ニューヨーク、マンハッタン地区で、じゃあちょっと、うん、ブルックリン、 えっともう少しニューヨークで住めるとしたらどこなんでしょうねこうもう少し離れてうんどこら辺なんでしょうねクイーンズクイーンズあたりどうでしょうねクイーンズあたりはうーん あまあ、それでも3000ドル40万ぐらいするんですね、ここら辺でもね。まあやっぱりニューヨークあたりだと40万から50万ぐらいが別に普通に平気に出ててお高いわけなんで、やっぱりちょっとかなりしんどいしんどいかなみたいな感じですね。うん。アッパーイーストサイドって結構ね、ここら辺、あのセントラルパークの横の。 あのい,い,いいところなんですけどまあ意外に、まあ、4000ドルだとそうですね70万ぐらい意外に3000ドルぐらいもありますよね6000ドルってちょっとねあの80万ぐらいですよねあでも1600ああ1万6000ドルかああちょっとこれダメですね1万6000ドルですよ1万6000ドルって家賃 227万ですね万円のお家というのはどういうお家なんでしょうね、まあ、こんな感じですかね、うんまあ、やっぱり超高級アパートフラットっていう感じで、まあ、これ共同スペースなんでしょうねこうジムとかがあってという、まあ、こんな感じで夜景が素敵でみたいなさすがに100 あの2ベッドルーム2バスなんですねこれね2つバスがついてて2つベッドルームがあってみたいなまあちょっとお高いですよねあこんあこんな感じで見れるんですねあすごいな、まあ、最近でも日本のもそうかこんな感じでこう見れるんですねあなるほどねへえはいはいはい、はい、こっちに行くのあこういう ですかねどうあ、こっち、あ、こっち行くんですね。あ、こう行って、こう行って。あー、まあ、まあ、素敵なリビングがあってということで、ああ、これ、まあね、まあ、227万ですからね。これ、まあ、ホテルみたいな感じですよね。うん。ああ、なるほどね。まあ、この226万ぐらい出すと、こんな家に住めるそうです。えっ、ー、と、 ニューヨークーアッパーイーストサイド一番やっぱり家賃がかなりお高いとこですよね、まあ、5番街セントラルパークの横ですよねはいまあそんな感じでちょっと今日はあのニューヨークの住宅事情を皆さんにお知らせしましたみたいな感じなんですけどちょっと面白いですよねこのジローっていうのを見てチェックしていくとその家賃の低下が非常によく分かって、まあ、その反映が CPI に反映されるまで6ヶ月とか まあ下手すると1年ぐらいかかっちゃうんでそれが、えー、CPI の,あの住宅の部分あのサービス価格の部門シェルターっていうふうに CPI では呼ばれてるんですけどそこを上げてしまってコア、えー CPI が下がっていないような印象を与える。でも、実は実態はもっと下がってるんだよ。それを、パウエルさんはそれを知ってて楽観的になったのではないかと、まあ、今日はそんなお話をさせていただきました。この動画が良ければ、あぜひ、いいねボタンとチャンネル登録、まだの方がいらっしゃれば、チャンネル登録していただけるとありがたいです。ということで、皆さん、良、えー、い週末を。